よしきさん、こんにちは。一般の方たち、皆さん、こんにちは。2023年、9月17日の15時38分、ハワイケースケです。9月15日ぐらいに、まあ、よしきさんが、その、ハリウッドの方で、まあ、手形を押して、まあ、日本人の、楽曲家でいいんですかね。まあ音楽家として、まあ歴史に残る、手形を、残されたと。まあそういうふうな催し物があって、テレビで放送されていました。で、その少し前の映像とかで、その、今年に、そのお母さんがお亡くなりになられたということで、まあ私の母親は2019年に亡くなってるんですけども、まあ吉木さんの方が僕よりだいぶ年上ですし、まあ、大往生の方だったんじゃないかなと思います。その亡き母に捧げるという形で、まあ曲、ピアノ弾かれていて、まあ、まあ僕もちょっと心に来た部分があるんですけども、まあその時かな。あと、その、ハリウッドのその手形の時にも、あの、会うっていうことを言ってくれていて、で、自分の言葉の責任っていうことでおっしゃってくれていましたね。で、ただたまにね、僕もあの、テレビのニュースの放送の仕方が結構変なニュースが多いですから、以前と同じ内容のものとか、まるでさも今日起きてるかのように、そういうふうなものを経験すると、ビーズのお二人も確か手形残してましたし、僕の記憶ではそうなんですよ。それで確か間違いなかったと思います。あの時のその手形の映像はいつだったんだろうとか、そういうふうに思ってしまうこともあるんですよね。で、まあもちろん吉木さんとお会いして、まあいろいろ音楽関係のこととか、まあ話したいことはたくさんありますし、まあ最近ちょっと僕の中で起きた現象というか、まあ、まあホームページ淡井圭介の履歴の64番から65番の間に、まあいろんな、まあバンドマンを中心に、いろいろな楽曲を、まあアクセスできるようにしてるんですけども、僕のホームページの方から。で、まあ僕なりの感想だったり、例えば曲名の題名のその、花言葉の意味だったりだとか、そういったことをホームページの方で記載してるんですけども、まあ、曲についての感想だとか、まあ、長年いろんな曲とかを聞いていった部分もあるのか、電波への脳へのアクセスなのか、例えばこの間、ジャニーズの、まあ、どのグループかもうすぐ忘れたんですけども、とある曲で、まあ、正直聞いていて、まあ、そんなに、すごいレベルではないと。自分だったらこう作るのになって、バンド風に、音とかを、こういう風な音を使ってっていうのが、自分の頭の中で考えれるんですよね。で、残念ながら、僕は楽譜を読めないし、書けないし、まあ、今の時代はパソコンで作ってるみたいですけども、まあ、ずいぶん前から。まあそういうことも、もし教えていただけたらなとか、まあ思ったりもしますね。まあ、まあ、吉木さん忙しいでしょうから、他にも誰か、そのバンドマンの方で引退された方とかで、そういう現象もあるんですよね。電波での脳へのアクセスかなとかも思ったりもするんですけども、ただこれだけ僕も今までそのたくさん多くの曲を聴いていて、まあ感想とか僕の述べてる内容とか、まああの音楽業界へのメッセージっていうところで僕の動画へアクセスできるように YouTube 一覧表音楽業界へのメッセージっていうところから僕が発言してる内容とか聞いていただいたらわかるかと思うんですけども、まあだいぶそのいろんな楽曲を聴いてきた。で、そこで区分がしっかりできてるんですよね。良い曲とそうじゃない曲っていうのは。だからまあ自分の中で、ああ作ったらいいのにな、こう作ったらいいのにな、で、まあ描けるのかなっていう部分ですね。まあ誰かにそれを
ここはこういうふうに表現して、ああいうふうな音でとか、そういうふうな、伝え方とかで表現してもらえたらいいなとかも思ったりもするんですけども。まあ、ヨシキさんがその笑顔で会うって言ってくれてるところとか、やっぱりその亡くなったお母さんに、ピアノを演奏してる時の、そのお互いに共感できてる部分っていうのはやっぱり嬉しいですね。多分ヨシキさんもここ10年間の間で僕の家の横多分通ってると思うんですよ。だけど僕の方では気がつかない。で、あの時もしかしたらそうだったのかなとかも思いますし、正直ね、男性女性問わず、まず相手の身長がまず頭の中に入っていなかったら、まず認識できないのと、いろんなバリエーションの髪の毛の長さと髪型がある、さらに色が違うっていうところまで、頭の中に最初から入ってなかったら、もうこれほぼみんなそうだと思うんですね。この間8月、歩いていて、2人の女性が歩いていましたと。1人はまあ二十歳前後ぐらいであると。で、もう1人は老婆なんですけども、その老婆の方が、ほら、わからないでしょうって、その20代前後の人に言ってるんですけども、家帰ってからわかりました。現在天皇陛下、成人様、雅子様の、天皇陛下、皇后陛下の、娘さんである愛子さんでした。特に何も話してないんですけども、急に目の前にいるっていう、現れるっていう感覚っていう、もうこれみんなそうだと思うんですよ。でね、もし吉木さんもここを歩いてるんだったとしたら、まあ、2021年の12月2日とかだったら、安倍元新総理、晴山整骨院の横に車止めていて、で、中から出てきて、たんですけども、安倍さんが身長180センチ以上あるって知らなかったんですよ。で、背の高い人がなんか近づいてきたな、ちょっと前とっとこうと思って、僕は距離を空けたんですね。だから、なかなか認識が持てないっていうところもあるんですけども、とにかくね、今僕、ここ数年かかりで、とにかく連絡した人だけ来てほしいとか、まあそういうふうなことを言ってたんですけども、まあ、呼んでもないような人たちとかも結構来てましたかね。場合によってはジャニーズのもので、まあ絡みに来てる、喧嘩売りに来てるような人間とか、まあ、情報はしっかりと行き渡ってない部分もあるんでしょうけども、その僕のその元々の結婚マルチ女の関係と、芸能界のことは君に任せたとその当時おっしゃった成人様、現在のその天皇陛下の成人、皇太子殿下の成人様におっしゃってもらった話とか、その二十歳ぐらいの頃から世界中の、その政府の上層部に今後、登っていくとされる人たちとかとお会いしたりだとか、そのとんでもないの、とんでもない数の方とお会いしてるんですよ。そういうふうな、世界を知ってる人間とそうじゃない人間だったら、私の言ってることがわからないでしょうし、一番最初の頃の最悪なパターンってね、僕の、この辺にいろんな人間が潜むから、正直本当にこの辺に住んでる人間かどうかわからないんですよ、大抵の人間は。で、僕は浮気者みたいに勘違いしてた連中も結構存在してたと思うんですよ。神戸市立ホテルフルーツアパークで1997年働いていた8年とか、まあまあ、他の年齢もそうですけども、まあ、他の勤務先に変わったとしても、会いに来る云々、働きに来る云々があったと。で、淡井圭介と結婚話をしてから、基本的に各局、テレビ局の看板アナウンサーとかにみんななったりしてるんですよ。それ相応に。で、早い人だったらすぐに数年で消えていきますから。で、まあ、女優関係も年齢層幅広いですけども、もういろんな話が結局ごちゃ混ぜになってるんですよ。阪神・淡路大震災があって。被災者である、経済的にも家が全壊とか半壊じゃなかったとしても、経済的にもう軒並みやられてしまうから、経済がまずその地域自体がね、神戸市とかその近隣、まあ、兵庫県下で経済の周りが悪くなる、で、まあ、連鎖倒産を起こすみたいな形にはどうしても構図的になるんですよね、ああいうような大きな災害が発生したら。で、テレビに出て、まあ、なりわいとして、まあ、仕事として働くっていうような形の人たちが
多かった。だから年上の方で言ったら藤原紀香さんとかもそうですし、まあ関わってる関わってないかで言ったら、すごい年上の方だったら山口智子さんとかもそうでしたし、いろいろ謎多いんですけどね。その山口智子さんの旦那さんとされる唐沢寿明さんという名前でテレビに出られてた方はマスクしてたんですけどね、ここの近くの、僕の家の近くの岡場駅、田尾路駅の方じゃないですよ、向こうの。向こうの岡場駅の方の、イオンモールの、食料品のところの管理者としてね、現れていました。だから、まあ、役者関係の仕事で、もともと、いろんな企業から仕事がない時期とかに出てきてテレビに出ていた方もいらっしゃるんだろうなというのが、まあ私の見立てなんですけども、基本的にみんな連絡先はわからない。で、一時期だから僕もちょっと僻んでた部分ありましたし、結局阪神・淡路大震災の人間を利用してテレビに出て金を稼ぎたかったのかみたいな風に、まあ言葉になし言ってしまったことも。もちろんあります、事実として。で、まあ、スポーツの勝ち負けとかいろんなことに関わっていて、そこからもお金の支払いがないと。で、日中友好関係を考えて、長年僕の頭の中で、描いていた、その我が天下っていう、ああいうシステムのゲーム。今まで三国志の時代でああいうふうなゲームのシステムってなかったんですよ。戦闘シーンとかも全部僕は言った通りに表現してもらってるんです。で、兵種だとか、まあ、スキルだとか、まあ、スキルは意味技術じゃないですか。だから一般社会にも本当は当てはまるんですけども、見破りとかも、いろいろ、なんていうんですかね、ゲームをしていた方ならわかるんですけども、その言葉のワードとね、スポーツの勝ち負けとかも、ちょっと似てる部分があるんですよ。ああいうふうなものを、まあ、いろいろと詰め込んで、まあ、専門とかもそうですし、初期の頃からも考えてましたね。だから、特殊部長とか、SP とか、まあ、伝説の武将が、みたいな話はもう最初の頃から言っていて、まあ、少しずつ出していってというような形だったんですけども、で、さらにそれでテレビ局は CM でお金稼ぎするでしょう。で、僕からの提案で作ってもらった番組があんなにたくさんあるのに、50本ほどあって、で、そのうち結構ね、高い視聴率取れてる番組はたくさん作れてるんですよ。内容的にも、もちろんスタッフさんの努力もあるんですけども、こうした方がいい、ああした方がいいっていうのは僕の中では明確にある。だからそれをしっかりと表現してもらったりとか、まあ、場合によってはテレビに向かって言う方法とかで現場にも伝わるから、まあ、それでも対応してもらったりとかもしてた時期はあったんですが、まあ、その辺のところからのお金の支払いも1円もないと。すごく僕もね、テレビ局の文句を言うときは、ものすごく文句言ったりするときはあるんですよね。まあ、特に揉めたくはないし、むしろ、仲良くね、より良い世界をテレビで作っていけたらいいなと思ってるんですよ。世界を作って、世界の、みんなの生活そのものなんですよね。エネルギーの残存量問題とか、そういった部分から進めてね。で、ホームページ粟井圭介の利益の、一旦停止押してもらって、まあ、その辺にある紙とか何でもいいから、すぐメモできるような体制取ってもらって、メモしていただきたいんですけど、36番、石油とか石炭とか、天然ガスと、ウラン鉱とかのその埋蔵量についてっていうところの欄で、新しくね、2023年度版の、世界国勢図会っていうものを買いまして、まあ、何がどれぐらい残ってるかっていうところを、ある程度一通り目を通して、昔のデータと比較して、世界各国のある程度の国でどれぐらい自然再生可能エネルギーが普及していて、まあ、石油がいつまで持ちそうなのか、ガスがいつまで持ちそうなのかっていうところを、
ある程度その明確に私の方で説明しています。そこはぜひ見てください。でそれについての解決策は結局58番で、その解決策のために僕はいろんなところを歩いて撮影したりして表現をしてるんですよね。だから本当は世界中で河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電で多くの電力を賄わなかったら、あとはもう太陽光パネル、太陽光パネルが本当に主軸になるんですけども、屋根の上とか世界的にどこもガラ空きなんですよ。だから法律作って電力会社に屋根の上を明け渡しなさいっていう法律さえ作ってしまえばね、例えば日本だったら太陽光パネルを簡単に普及させれますし、使う方はいつも通り使ってりゃいいんですよ。で太陽光パネルって、ね、蓄電池とセットで買うから高いんですよ。太陽光パネルだけで、まあ、いろんなタイプがあるんですけども、それはね、49番に太陽光パネルについてっていうところで太陽光パネルについての詳しい説明っていう欄があるので、そこをね、喋ってる内容聞いてもらったら分かると思うんですけど、まあ太陽光パネル自体はね、こういうもともとペラペラのものが主流で、こちらバッテリーです。バッテリーがあるからこの部分は重いんですけども、こちらこういうものなんで、ね、簡単に生産できるんですよ。でもうこれ見ていただいただけで高いか高くなさそうか分かるじゃないですか。で安くて作れるんですよ、太陽光パネルって。で、その電力の安定供給のために雨の日は河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電、あとは冬場は各運動部のある学校でかまど発電、まあかまど発電はね、55番にいろんなところを撮影しながら、言ってる内容とか聞いてもらったら、あ、本当だ、できるなっていうことがわかると思います。いろんな竹の林を撮影してるんですけども、駅の近隣の ところで、ね、歩いて、まあ、大体10分15分以内のところに大体結構まとまった竹の林があって、枯れてる竹なんかいっぱいあるんですよ。それ全部持って帰って学校に持って帰ってきてかまど発電で発電したらいいんですよ。で冬場暖を得ながら発電して売電する、学生さんは体を鍛えながら時間切りは手に入る、まあ、力仕事ですから。そういうふうな、竹はね、そこの方から勝手に生えてくるんで、だからいろんなエリア順番に回っていけば、まあ変色してる竹とか、あと他にも倒木とか、枯れ始めてる木とか、見た目ですぐ分かりますんで、まあそういうのをかき集めるだけで、ああ十分発電できるんだっていうことがよく分かりますし。そういうふうなところに世界全体をシフトチェンジしなかったら、ちょっとまあ、吉木さんにお子さんがいらっしゃるのかどうかは、ちょっと僕の方では分からないんですけども、特にまあ芸能界とか、まあ、一般の方たちとかを含めて全員そうなんですけども、自分の我が子とかが、その、大人になった時とか、ある程度の年齢になった時に、エネルギーの輸入が止まったら食料の物流の供給は止まって、日本人は1億人以上が餓死するんですよっていうことをほとんどの人は分かってないんですよね。世の中の 99% 以上の人がそういうことを意識して生きていない。まあその辺のところで、まあ一応世界中の政府上層部は動いてるんですけども、自然再生可能性の方向でね、2011年と比べて2022年のデータでは自然再生可能性の普及が主要国で、まあ 10% 電力の全電力の 10% ほど、普及が進んでるんですよ、10年間ほどで。ただ私から言わせると遅いなんですよね、ペースが。だからちょっと石油とかガスにそこまで余力がなくて、まあ岸田さんも対応していただいていて、まあ太陽光パネルにもペレストロ回路式っていうこう薄いフィルムみたいな太陽光パネルもあるんですよね。でそれは2025年から、日本としても実装していくっていうことを今年の4月に記者会見で発表していただいて、ただシリコン型の太陽光パネルが主軸になるんですよね。で、まあ、とにかく太陽光パネルを置けるところを全部とにかく置くと。で例えば日本中のダムの上に浮体式の太陽光パネルも、そこなんかね、ペットボトルでいいと思うんですよ。
ゴミの日になったペットボトル回収するじゃないですか。それ各小学校とかに持って行ってね、小学生の方でペットボトルつなげてもらって、である程度まとまった量になったらトラックで運んで、ダム、要するに湖の上で浮かせといてもらってね、その上に太陽光パネル設置していくと。一応浮くんで、キャップさえちゃんと閉めとったらね、閉めていたら。だから、その方が本当に経費かからないから、本当はそういう方法の方がエコロジー。もう一回そのペットボトルを溶かしたりして加工するぐらいだったら、浮かせてしまった方がいいじゃないっていうのが僕の考え方で、一応ね、国会でも本当にそういう話、僕の話、そういう話を聞いて、言ってくれてる人は言ってくれてるんですよ。いや、政府はどうかどうかわからないですよ、今の段階で。まあ、そういうふうな、震災性加入義のこととか、老朽化してほったらかしになってる建物が結構あることとか、まあ、いろいろと音楽業界の方にも知っていただきたい。で、特に今、駆け出しである、例えば、二十歳ぐらいの人たちが、若い人たちも、たちにもそういうことを伝えて、まあ、エネルギーの節約とかですね、まあ、そういうふうな形で社会全体で動いていかなければ、先進文明そう長くは続かないぞっていうところは事実としてある。まあ、事実としてそれがあったから、特に安倍政権の時に世界中で、早い広がりっていうものを実現できている。ちょっと話だいぶそれましたけども、なんか結構もう国会議員の各党の党首の人とかいろんな人たちとかもこの辺歩いてるんですよ。で、みんな誰が歩いてるかわからないでしょ、正直。本当に。スポーツ業界とかも、例えば2000本安打達成した鳥谷元選手。まあ僕のが年上だから鳥谷君と呼ばせてもらいますけども、どんな格好で来たかって言ったら、髪の毛染めていて、パーマかけて、メガネかけて来てるんですよ。わかりっこないですよ。普段メガネなんか試合中にかけてなかったし、だいたいヘルメットかぶってるから髪型なんかわからないでしょ。で、野球選手はかなり顔と名前は覚えてもらえる方だと思うんですよ。まあ、吉木さんも音楽業界に長いですから、やっぱり10年以内で消えていかれる方ってすごく多いじゃないですか、音楽業界も。テレビの表舞台から。だから、なかなか顔と名前を長年継続して覚えてもらえる方って、なかなかまずいらっしゃらない。まあ、顔は変わったりするっていう部分もあるんですけども、まあ、野球選手でその2000本安打とか200勝以上上げた人は名球会入りっていう形になってるんですね。そこまで活躍する人っていうのはほんの一握りの人で、そこまでたどり着ける人はいないですけども、全員の顔と名前が即座に浮かぶかなって言ったらそういうわけでもない。名球会入りした人なんかもう今ではもう何十人もいらっしゃいますから、まあ、吉木さんも歩いていて、まあ、他にもそこそこテレビ出ている人とかも吉木さんの横を通り過ぎてるかもしれないんですよ。だからね、本当はもう名前だろ、淡井さんとか淡井君とかこう声かけてくれるのが一番いいんですけどね。そのために僕、運転免許証を自分のホームページに貼り付けてるんですけども、まあ、もう僕のホームページは淡井圭介の履歴のその文章ね、10万文字ほどで書いてますけども、あれを読んでもらったら僕の住所って丸わかりじゃないですか。で、いや、だから悪党業界にも、僕がどこに住んでるかもうバレてるから、別にそこは僕はもう、良い意味で開き直ってますし、工藤会の死刑判決とか僕は求めた方ですし、ああいうふうな暴力団系に関しての厳しい対応っていうのは結構行ってきましたね。プラス、オウム真理教の死刑執行の方ですね。判決は出たんですよ、死刑判決。
1997年、8年ぐらいのフルーツ・ザ・パークの勤務時に、その休憩中にね、休憩時間に、そんなもん死刑だのなんだのっていうことを、当時、阪神・淡路大震災のあった年にサリン撒いたりしてたでしょ。こんなやつらは、って、僕だったらいいそうでしょ。で、まあ、死刑判決が出て、で、そのまま、その死刑執行を至ってなかったところにね、まあ、不満があって、法務大臣が執行を速やかに行うべきであると、まあ、法律的に最後、法務大臣の判が必要なんですよ、死刑の判決が出た後でも。で、その判押されたら、まあ、数日以内に死刑が、執行されるんですけども。まあ、そこはそこでね、いろんな話があるんですよ。今まで、死刑判決出てる人間って、今までの長い歴史で言うと結構な数の人がいて、で、三種、あれね、まあ、絞首刑で下、足元がガタってこう、扉が開いて、まあ、首がね、絞首刑でこう、くくられて、宙ぶらりになって死ぬんですけども、ボタンが3つあるのと、レバーが用意されてるらしいんですよ。ボタン、だからそのボタンを押す人3人とレバーを倒す人で4人でするらしいんですよ。だから実際誰が最終的に殺したかっていうのは、公務員として仕事してるでしょ。で、しょっちゅうそんなことみんなしたくないでしょ。なんかそういうシステムにしてるみたいなんですけども、まあその辺のところはね、僕のホームページの何番だったかな、死刑囚に関することは200番台ぐらいに記載してたと思うんですけども、だからレバーを倒せなかった、ボタンを押せなかったとか、そういう時もあるみたいですよ、死刑が確定していてね。で、執行するときに、その死刑囚の方が、まあ、更生されたような態度で、ありがとうございましたとか、なんか、まあ、いろんなことを言われたときに、やっぱりこう、レバーを倒せなくなったり、ボタンが押せなくなったりってね、まあ、そういうことが事実としてあって、まあ、オウムの件に関しても、13人の、死刑執行は行うべきであるっていうことを言っても、その後は大変だったんですけどね、呪われて、本当に。まあ、テレビ局、それはね、呪いの原因っていうのは、テレビ局の出演者が、またスポーツコーナーのアナウンサー、男性アナウンサーが、そんなに強いんだったら、その人に見てもらったらとかで、呪いをこっち側によこしてきて、もうそれがものすごく強烈で、髪の毛の長さが前髪が隠れるぐらいで、耳も横はもうちょっと隠れてるぐらい、だから今よりもうちょっとだいぶ長いんですが、それがもう全部髪の毛逆立って、本当に。呪いの方で。一週間ほど、あの世とこの世の境界線をさまよっていて、もう、怖かったですね、その時は。一時は、もう死刑判決なんかには関わり合いたくないなとかも思ったりもしましたし、急に重たい話になって申し訳ないんですけども。まあ、吉木さんとお会いしたら、まあ、明るい話とか、まあまあ、雅さんっていう人がどういう人なのか、まあ、いろいろ話聞きたいですし、ラルク・アンシェールのドラムのひろゆきっていうものは、間違いなく僕と同級生だったものだと思うんですよ。神戸市兵庫区東山町に東山小学校っていうのがあって、まあ、阪神・淡路大震災があって、そこから10年か15年ぐらい経過してから、夢の小学校って名前変わってるんですよ、建物を建て替えて。で、その東山小学校の同級生だったはずなんですよね。1997年、8年、フルーツ・ラ・パークで勤務してる時に再会して、で、ラルク・アンシエルのドラムとして出たと。で、間違いないと思うんですよね。顔が似てるし、小倉博之っていうんですよ、本名が。で、それで博之っていう名前で出ていて、うん。まあ、もともと住んでた、
阪神・淡路大震災が発生する前の、その小学生の頃、小倉君が住んでたところに、まあ、行ってみたりもしたんですけども、まあ、空き家になっていて、まあ、どうされてるのか、全くわからないんですけども、まあ、ハイドさん、辿っていけば、本人にたどり着けるかなとかも思ってるんですけども、まあ、話すことは尽きないですよ。まあ、気軽に、訪ねていただけたらなと思います。チャンネル登録と、あと、淡井圭介の件を、まあ、動画をね、みんなで見てあげて、再生回数を増やしてあげて、ライブ中継をしたいんですよ。で、皆さんと質疑応答、例えばエネルギーの残存量問題に関しても、一応僕のホームページに、その36番とかを見てもらったら、大体のことある程度、わかるようにはなってるんですけども、まあ、それだけだったら分からない部分って結構あると思うんですよ。で、365日を遡って4000時間をクリアしていて、登録者数が1000人以上だったら、その前に500、登録者数が500人以上で3000時間を超えてたら、パートナーシップが結べるんですかね。まだ僕はそこまでたどり着いてないので、よく分からないんですけども、まあ、ライブで、配信とか行って、多くの人の、質疑応答に、受け答えしたいなと、思っています。まあ、動画の再生回数見てもらったらわかると思いますけども、もう今、400以上動画アップロードしてるんですけども、まあ、大体、2桁ぐらいですね。で、飛び抜けて多いのは、人材派遣会社とかね、まあ、ベルシステム24で、まあ、どういうふうなことがあったか述べてる、その動画が再生回数一番多いんですよ。3000いくらとかですね。まあ、社会問題の方ですね。だから、人材派遣業法が昭和63年に出来上がって、で、IT 関係もそうですし、もう僕は20歳ぐらいの頃から人材派遣会社の人間がたくさんホテルマンとして働いていましたし、看護師もそうでしょう。人材派遣会社からでしょう。で、介護もそうだし、もうありとあらゆる業種で人材派遣会社の人間を使っていて、まあ、テレビの CM でも、例えば、添付スタッフさんだとか、まあ、いろんな、まあ、バイトルとかもそうでしょうし、まあ、人材派遣会社とか紹介所みたいなところ、まあ、これね、資本金の問題のところみたいですよ。資本金が500万円までだったら、2000万円以下になるのか、1999万円以下っていう表現の方がいいのかな。以下だとその金額が入るので。人材派遣会社は資本金が2000万円以上じゃないと、人材派遣会社として認められないんですよ。で、資本金が500万円とかするぐらいのところは、紹介状らしいんですよね。で、まあ実際そういうふうなところを通して働いてみたこともあるんですけども、もう IT 関係で、もう労働者の方にしわ寄せが来すぎですね。募集があって応募して、その日こういう服装で来てくださいというような合図が、通知が来てるのに、数日経過してその仕事キャンセルになりました。これを延々と繰り返されるんですよ。その音楽関係とかの、設営のその撤去のスタッフとかの仕事なんですけども、それは。だからそれはね、複数の人材派遣会社というか、まあ、紹介状かもしれませんけども、まあ、紹介状、そこは紹介状でしたね。労働基準局で調べてもらったら紹介状でした。で、複数の紹介状の人を入れるから、コンピューターのシステム的に、もうこれは僕の予想なんですけども、これでまあ、まず間違いないと思います。いろんな人たちが数社応募するじゃないですか。で、中央の方で、集積してるところが、結局数があふれるじゃないですか。で、キャンセルになりましたっていうような形で通知が来ると。だ、延々とそれを繰り返されるから、本当は、まあ、それは、そこは、一応、大阪に支社があって、東京都は本社なのかな？オーガスタ株式会社。
ていう会社なんです。株式会社オーガスタかのどちらかですね。で、本当はね、兵庫県は兵庫県で事務所構えて、ちゃんとそこでシフト表を渡すような形でね、仕事を埋めていくようなシステムじゃないと見通しが全然つかない。あんな仕事なんか作ったら将来生活保護者確定ですから、仕事はすぐにあったりなかったりだから、だから1ヶ月で大した労働時間なんかないですから、まあ、掛け持ちするしかなくなるでしょうし、それだったらもうその1ヶ月のシフト表で渡してあげてっていう話になるでしょうし、それではっきりするじゃないですか、その仕事のない日が。だから本当はそういうふうな改革をしなきゃならないんですけども、経済原理だけで動いてる会社が多くて、そういうふうなところがしっかりできてない、逆に社会を、壊してしまってるっていうことになるんですよね。だからまあもともと音楽業界もゲーム業界とのタイアップとかで海外に売っていかなかったら、まあ、これから先っていう部分とかね、もともと1997年8年フルーズラーパークで勤務していた頃から僕はもうその方向で言ってたんですよ。だからスクエアニックスさんとかはその頃からある程度関係を持っていて、任天堂さんとかも。で、まあそれは今の役員さんの人たちがどれぐらいご存知かわからないですよ。だからまあ僕からのその2011年以降でね、高島屋宛てルートで送った SD カードで、まあ国会の方に、マスコミの人たちの方で話し上げてもらって、もう国会議員の人たち、もともと僕と会ってから国会議員のその大臣とかになられてる方、大臣以上の方で50人は超えてるでしょうから、まあ話は通りやすいですし、で、ロマンシングサガに関してもその頃にプレイステーションでスーパーファミコンであったものをリメイク、そして出してみてはどうですかっていうことで、でまあスクエアニックスさんもその方向で動かれて、まあ今インターネットのロマンシングサガ RS っていうのも僕からの提案なんですよ。大まかなストーリーとかは何も言ってないんですけども、まあ大体のことをね、ちょっとだけ言って、まあああいうふうにしてるんですけども、まあそういうふうに音楽業界とゲーム業界とアニメ映画がしっかりとコラボして、海外に出てルートを広げなかったら、まず海外の人たちが日本人の作ってる曲とかって聞かない、その伝わらないじゃないですか、どんな曲を発表してるかっていうこと自体。だからその辺のところでもったいなさもありますし、例えば2022年だったら、日本のベスト3のヒット曲、日本のベスト3の2022年の曲は、アボさんの新時代と、ガンダム閃光のハサウェイの、アレクサンドロスさんが作った閃光という曲と、アンラッキーモルフィーズさんの M レボリューション、この3曲ですね。この3曲を超えれる曲は多分2022年にはないはずですね、私の見る限りでは。まあその曲の発売時期とか、基本的にスポーツの勝ち負けとか政治経済ばかりに取り組んでるから、まあ曲の発売時期とか間違えたりすることあるんですけども、やっぱりそういうクオリティを音楽業界の人たちには目指していただきたい。で、これね、ちょっとね、ちょっと iPad 持ってきますね。ホームページ、淡井圭介の履歴の、その64番と65番の間で、65番近辺のところにその2022年のねベスト3っていうものと、あとナイトオブナイツっていう曲を編曲されてる方たちのところへアクセスできるようにしてるんですよ。一回それね、ちょっと
聞いていただきたいなとかも思うんですけども、まあ、この辺りですね、まあ、バンプ・オブ・チキンとかの近くにおすすめ、ナイツ・オブ・ナイツ、ちょっと待ってくださいね。僕もね、途中で、65番の方はやっぱり近いですね。65番の方に近いです。この辺のところに65番って書かれてるんで、この近くのところに、まあ、あると。で、バイオリンを弾かれてる若い男性の方で、その人は、国際的なコンクールで、まあ、優勝してたのか、優勝って言ったらいいのか、何なのかちょっとよくわからないですけども、賞をいただいてる、まあ、実力派の方で、原曲、そのナイト・オブ・ナイツって、もともと東宝っていうシューティングゲームの曲なんですよ。ゲーム中に流れる曲で、その元々の原曲はその超一級品っていうわけじゃないんですけども、こういう実力のある方たちが、その方はバイオリンで弾いて表現してるんですけれども、一つの楽器で素晴らしい内容に編曲してるんです。で、もう一人、ナイト・オブ・ナイツをヨミーさんっていう方が弾かれてるんですけども、まあ、動画でヨミーさんを探したら、結構いろんな曲弾いてるところが出てくるんですけども、まあ、つぶやき四郎さんだと思います。で、フルーツラパーク2001年、レストランカトレアで僕が店長をしていた時のキッチンで働いていた黒木さんが、つぶやき四郎さんでヨミーさんなんじゃないかなというところなんで、もう話全部つながってくるんですけど、ワンピースとかももともと淡井圭介関係で、もう世界一を取りに行くと、そういうことで始まってるんですよ、あの漫画も。そこはちょっといろんな話あるんですけど、74番に、まあ、ワンピースについてっていうのを書いてるんですけども、運転中に見たらダメですよ。もう結構面白いですから、笑い転げて、その運転がね、できなくなったら危ないんで、自宅で、もう今日は、もうここから先はもう休みでいいやっていう時に、喋ってる内容を聞いていただいたらいいかなと思うんですけども、まあ、ヨミーさんもね、ピアノだけなんですけども、すごい良い曲に仕上げてるんですよ。だ、その辺のところで、その曲の作り込みにこだわった方がいいんじゃないかっていうのは、僕の最終的な結論なんですよ。まあ、昔で言ったら、1年間に、まあ、3曲か4曲シングルを出して、で、数年に1回アルバムを出すっていうパターンだったじゃないですか。だけども、その1年間の間で、3曲を2曲に減らしてでも、4曲を2曲に減らしてでも、曲のクオリティにこだわった方がいいと思うんですよ。で、例えば僕は二十歳前後の頃にデビューされた、まあ、バンドの方たち、まあ、いろんな人たちの名前挙げてます。その有名どころだった、そのルナシーとかクルエメさんとかシャムシェイドさん、ペンシリン、ファナティッククライシス、マリス・ミゼル、ラクリマ・クリスティ、シャズナ・ジシェード、デザイア、まあ、また活動中のディル・アン・グレイさんやジャンヌ・ダルクさん、ラファエルさん、ラレーヌさん、ルカさん、マスケラさん、ルアージュさん、ラスティアさん。バンド名かどうか今もわかんなくなったんですけども、今見ていて、文字を見ていて、トランスティック編って書いてる、まあ、ラピュータさんの隣なんですが、ラピュータさんは実際そういうバンド名でした。まあ、いろんな曲の中で良い曲と思われるもの、活動をもうやめられた方とかで、その良かった曲を、ピックアップして、例えば中国の方でね、中国語でそれを歌ってしっかりと演奏してくれる人たちに伝えてもらうだとか、だから日本のその歴代のバンドマンの良い曲ばっかり集めてるから、もうライブ自体がものすごいものになると思うんですよ。
旦安定してハイレベルな曲をリリースしてくると、まあそのね、仮に行ったとしたら、中国のお客様はびっくりするじゃないですか。あのバンドすごいぞと、毎回毎回すごい曲をリリースしてくると、全然この曲はもういいかなって思うような曲はないと。すごいぞ、これはっていうことに多分なるでしょうから、そういうこととかもね、してみたいなとかは思ってるんですよ。だから、吉木さんとか、グレイの皆さんとか、ラルク・アンシエンの皆さんとか、実際に活動されてるところの曲には、手をつけないで、もう活動自体を、やめられてしまってる方。一時期ね、マスケラさんとか、曲名をある程度出して、NHK でね、演奏、音楽番組に出てもらったり、向こうの、マスケさんたちの方が、多分、僕に向かってのメッセージだと思うんですけども、出していただいてありがとうございますって言ってくれていて、で、今の若い人たちも、そういう曲って知らないと思うんですよ。誰かが伝えてあげなかったら、わからない。で、このまま埋もれてしまうには惜しいっていう曲は何十曲とあって、そういうのを、今の、要するにね、スクエアエニックスさんのロマンシングサガをリメイクしたのと同じような話なんですよ。スーパーファミコンで出したその名作を、グラフィックとかを、最新のものにして、で、曲も綺麗に聞こえるようにして、で、プレイステーション2でロマンシングサガミンストレルソングという形で、再度出してもらってたんですね、その頃って。1999年ぐらいですね。2000年かな、それぐらいの頃ですね。で、一回り世代が違うじゃないですか。10年以上経過すると。だから、新しい、子供たちにとっては、若い人たちの世代にとっては新鮮なものであって、クオリティの高い作品に巡り合えたっていうことになるんですよね。だから音楽業界も同じで、昔のクオリティの高かった曲をかき集めてね、もう言い方悪いですけど、もうコピーバンドみたいな意味になっちゃうじゃないですか。そこを何かこう違う今までにない呼び方で名称をしっかりとつけてあげてね。その辺のところは周りのね、司会者の方たちとか音楽番組で、そういう曲をしっかりと弾ける人たち、演奏できる人たちであると、歌い方もしっかり歌える方たちであると、そういうような形で選ばれたんですよっていうような、そういうような一言を添えていただいたら、コピーバンドっていう、そういう名前が付けられたら価値が低下しそうに聞こえるような名称とか言われなくなるじゃないですか。厳選して選ばれた曲を、意図して、専門で、世に出てきた人たちですっていうことで。日本人が、中国語でね、やっぱり歌ってあげなかった中国の人たちに伝わらないじゃないですか。だからそういう部分があって、それを中国の人たちにしてもらう。お金の話で言うと、権利物は基本的に2.5%の契約であって、てるとは思うんですけども、だからその楽曲をお持ちになってるのがそのバンドの方たちなのか、それともレコード会社と呼ばれる、何でしたっけ、J から始まる音楽協会のお名前、ちょっとごめんなさい、今忘れました。そこは保有してるのか、その辺のところによって、日本の代表する曲を演奏していただくと。それによって、収益が、入ると。そういうふうな形でもビジネスとしても、成り立つと。
日本の良さ、日本のクオリティの良さを伝える、そこは一部錯覚にどうしようもなるんですけども、各バンドの良い曲ばっかり集めてくるから そこは、海外の方が、そのケースって今までないでしょう、それをした人って。だからそこはね、オールジャパン体制で、そこは日中友好関係とかでも何でもいいじゃないですか。だから、そういうような形で、中国は中国で、インドはインドでって、人口が多いところから、まず、対応していく。アメリカだとか、アメリカの場合は英語圏、基本的に英語圏ですから、幅広くの国が聞けるとは思うんですけども、基本的に世界的に先進諸国はどこも少子化ですから、ある意味、もちろん経営判断ありますよ。だから、極端なこと言ったら、じゃあモンゴルでできるかって言ったら、無理じゃないですか。人口300万人しかいらっしゃいませんから。じゃあ300万人の人で一体何人の人たちが聞いてくれるのかっていう話で、商業原理的にそれは赤字になるか無理だよっていう話がありますから、やっぱりどうしてもこういう話になるんですけども。いろいろそういう、以前もこういうふうな話で SD カードよくって言ってたと思うんですけども、その辺のところはみんなで音楽業界力を合わせてっていうような形にはなってきますね。で、みんなの全体的なね、アニメとか映画で日本を代表するような内容、今年はこれでいくぞっていうものは、今まで、例えば君の名は、だとか、僕の提案で作っていただいたものなんですけど、最終的に隕石の落下はみんなで呼びかけ、緊急避難を呼びかけて逃げるっていう話なんです。その軍事的な話でも。それを世界中の政府の上層部の人たちは忘れちゃうんですよ。本当に。本当に。国会とかに向かって伝えたりしなかったら、向こうも、お前や、そうや、緊急放送で逃げるっていう方法やったわって、そうなるんですよ。そうじゃなかった。ミサイルなんかそんなことばっか、そんなに作ってたら、キーないですから、エネルギーの残存量問題で。すごい負担になってますから、金銭的にも。だから、その辺のところは、君の名はという映画で、いろんなことをね、本当は、もうそれ言い始めたら、ちょっともう、52分も経過してるから、もう、その話はもう別のところで、君の名はについてか何かで言っておきますけども、みんなでいろいろ協力すればね、日本の良さも伝わるし、まだまだ日本も捨てたもんじゃないよというような、絶対捨てられませんけどね、日本は。本当に。特許関係だけでも、日本は世界第2位の輸出国ですから、多分今でもそうだと思いますよ。5年ぐらい前のデータでそうでした。で、1位はダントツのアメリカ。もちろんコンピューター系のその特許を持ってるからですよ。マイクロソフトさんとか。もともと長者番付の世界ナンバーワンを10年以上続けていたのがビル・ゲイツさんでしたからね。アマゾンさんはやっぱりこのシステムでしょうね。月々1000円、その YouTube とかでお金払ったら、映画とか見れるじゃないですか。月々1000円で。それを世界中に販売したわけでしょう。そりゃ会社大きくなりますよ。我々はその YouTube を利用してクオリティの高い楽曲を提供していくと。今まで世に発表してきた内容のものが、日本の財産になると。そこに友好関係の何か良いメッセージとかをね、添えれたらいいんじゃないかなと私は考えています。ということで、吉木さん、いつでも普通に来てください。できれば電話かけてほしい。そう。もうみんなね、なぜ電話というものがせっかく、もう菅政権の時に頼んで、それ出来上がったんですよ。かけ放題プラン。無料の。それがなかったら、あんまりお金ケチっていたら、緊急通報とかしなくなるでしょ。今日もね、この9月17日に、僕の家の近くでもすぐそこでね、100メートル以内のところです。オートバイが、黒いオートバイと黒い車なんですけども、
T 字路のところで、バイクはまっすぐ岡場駅の方に向かって走っているところへ、まあ、車がちょっと前に出てきて、まあ、前の方がエンジンとか積んでいて、ちょっと前に出ていかなかったら、本当は T 字路ってこう両サイド見えないでしょ。なあ、ああいうふうな事故は今日あったんですよ。で、ガソリンも漏れていて、まあ、救急車と、まあ、救急車、先に現場で到着してる人は救急車呼んでいて、まあ、警察の方はまだだったから、僕の方で、まあ、110番したんですけども、まあ、交通事故は自己証明もらってなかったら、保険が下りないですからね、任意保険とか。だから、まあ、それも絶対必要な部分であって、まあ、ガソリンが漏れていて、うん。ごめんなさい、何を話するのか急に違う話になったので分からなくなりました。ごめんなさい。まあ、とにもかくにも、そうそう、かけ放題プランです。そう、だから気軽に電話かけれるでしょ。だから、家族間もそうですけども、仕事とか忙しかったらみんななかなか電話とかしなくなるじゃないですか。だからそういう部分でね、かけ放題プランっていうものを、作ってもらって、政府の方で。で、菅政権の時に出来上がったプランなので、もともとこの話ってね、最初みんな電話代ケチってませんでした。吉木さんほど売れたらもうわかんないですよ。で、まあ、まあ、いろんな、例えば商店とかを見ていても、商店街とかね、ショッピングモール、もうコロコロ店舗変わってるから、働いてる人が変わってる。で、みんな勤務先がだいぶ何年も生きてたら、コロコロ変わってるっていうのが、これが、結構昔からあることであって、これが世の中の現実で、まあ、お金みんなあんまりないと。これがやっぱり本音だと思うんですよ。で、もともとこの話、多分、電話代ケチってた話だと思うんですよ。多分、およそで言うと。僕は電話番号公開しますから、もう一回ホームページは IK ですけど、履歴アクセスしますね。最近、まあ、もう一度書いたんですけども、目次の横のところにね、目次と、名前と、電話番号と、小中学校の航空写真。航空写真の下敷き画像。って書いてるんですよ。ここタップしてもらったら電話番号載ってますんで、で、芸能事務所とかでもなかなか電話かけてくる人っていないんじゃないですか。その仕事関係の人以外で、あんまりみんなその辺のところ気にしすぎなんじゃないかなってっていうのはね、今でこそワールドベースボールクラシックで日本が勝つ、優勝するのが、十分勝負になるっていうことが証明されているのであって、まあ、サッカー界ももともとワールドカップに出れなかったじゃないですか、決勝トーナメントに。他の、まあ、バドミントンとかでもそうですし、オリンピックでね、そのメダルとか卓球とかでもそうですし、まずメダルなんかなかなかなかった世界だったじゃないですか。だけども、今やその、有名になる人が各業界でいっぱい増えたので分散するでしょう。だからそんなにね、なかなかそれはそれで、まあ今度は名前を覚えていただけない話になってくるんですけども、まあちょっとごめんなさい、もうこれ以上話長くなったらまずいかなと思って、もうこれぐらいにしときますね。吉木さんへのメッセージ、まあとにもかくにも、まあハリウッドでのその手形の件、おめでとうございますと。まあそれと会うって言っていただいたことに、まあ、楽しみと期待を込めてお会いできたらなと思います。チャンネル登録と、皆さんへ、淡井圭介の動画のおすすめよろしくお願いいたします。まあ、それがなかったらもう、いろんな人に言ってるんです、メッセージで。まあ、誰かはまあ伝えてくれてるとは思うんですけども、そうじゃなかったらね、もう一般人で365日を換算して、4000時間の再生時間なんかまず無理です、これ。で、いろいろ片っ端に、その関わり合いのあった人たちに声かけしてみて、まあ、なんとかなるかな、どうかなっていうところなんですよ。1ヶ月
つか2ヶ月ぐらい前で百何十時間だったんですよ、動画の再生時間が。で、今でそろそろまあ300時間ぐらい、登録者数もまあ300人を超えてぐらいですね。まあ、一応着実に数は増えています。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、ヨシキさんと会えたら、まあ、トシさんとかいろんな方たちとお話しすることもあるでしょうし。まあ、僕からの提案とかで聞いていて、テレビでああいうふうなことをした、こういうふうなことをしたとか、こう、何かね、メモしといていただけたら嬉しいなと思います。まあ、そういうので本で売れたらとかも思うんですけども、僕もいろんな本当のこと言ってますから、これ出版 OK なところあるかな、どうかなとか、屋敷さん何か伝えありませんかとか、まあ、一応聞くだけね、聞いてみようかなとは思うんですけども、何か、とにかく河川水門外式ダム発電とか地下水というトンネル発電、本当に早く始めなかったら、人類未来、本当になくなりますからね。もう50年以内ですよ。このペースだったらもう30年以内に、石油とガスの輸入止まるでしょうからね。その辺の部分もあって、メタンハイドレートの日本海のところは掘削始めてますからね。だから南海トラフのところももう掘るべきだっていうことは僕言ってるんですよ。巨大地震が発生する可能性はありますけどね。無理でしょう。もう今更昔の文明に戻るなんて。全員家、薪焚いて調理したりとかね。もうそんな生活絶対無理でしょう。まあ。いろいろな話あるかと思いますけども、とにかくこの辺にしておきます。長い間ご清聴ありがとうございました。吉木さん、お会いできる日を楽しみにしています。皆さん、よろしくお願いいたします。